皆さんこんにちは、インターワン6304です。私のチャンネルの登録者数も1000人を突破、総再生回数を100万人を突破しまして、皆様の清き 0.1 円の積み重ねでですね、新しいパソコンを購入することができました。新しいパソコン自作するんですけれども、ケースがこちらですね、サイレントベース600というケースになります。それでは早速ですね、紐解いていきますね。パソコンのケースを開封するときによく言われているのが、逆さまにして開けましょうというのがございますので、逆さまにして開けていきたいと思います。こうかな。早速ご開帳といきたいですね。このサイレントベース600はですね、ドイツ製なんですけれども、メイドインチャイナと書かれています。そこにもちゃんとフィルターがついています。フィルターの目はそんなに細かいっていうわけじゃないんで、ホコリの侵入が気になる人は追加で何か貼った方がいいかもしれません。足はあの4箇所、それぞれゴムが貼ってあって、滑りにくくなっていますし、振動を抑える効果というのも期待できるのではないでしょうか。はい、それではいよいよご開帳です。で、今回購入したもうやつはですね、横がスケスケのやつです。僕はあのスケスケにしてパソコンの中身を見せる趣味っていうのはないんですけれども、ちょっと大人の事情で横がスケスケのパソコンになりました。今前はこんな感じです。オレンジのカラーがたまらないですね。サイレントベース800という1年前に出たモデルに比べると、このオレンジの部分の面積っていうのは少なくはなっているんですけれども、まあ、その分ですね、一回り小さくなって軽くなって、まあ、これぐらいの大きさがまあ使いやすいんじゃないですかね。このように蓋が開いて、蓋の裏にも振動を抑えるパーツが貼ってあります。ここがですね、この中にあの全面吸気のファンが入ってるんですけども、その中にもフィルターがありまして、このようにですね、簡単に取り外すことができます。このフィルターの目もまあそこと同じですね、若干粗いと、粗いというかまあ網戸レベルなんで、きっちりとホコリを抑えたいという人は追加でなんか貼ってあげるといいのではないでしょうか。掃除もしやすくていいと思います、取り出しやすいし入れやすい。スケスケにする趣味はないんですけれども、せっかくスケスケにしたんで、追加でつけるケースファンもですね、光るやつにしました。ネジを外して中を覗いていきましょう。で、引っ張ると簡単に取れますね。中はですね、こんな感じで、表面だけじゃなくてこういう中身にもですね、オレンジ色のパーツが使われていて、さすがはドイツデザインといったところではないでしょうか。これは何だろうね。あ、これはあのドライブをですね、固定するためのパーツになりますね。ネジを使わずにこうやって着脱できるようになっています。で、そこにも、ファンをですね、置くことができて、まあ、さらに言えば天井にもファンをつけることができると、あの水冷のクーラーなんかもここにつけることができます。で、これ説明書なんですけれども、あの日本語の説明はありません。英語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語、日本語はありません。残念です。まあ英語があればなんとかなるかな。で、この開くパネルはですね、両方から開けることができるようです。このパーツですね、これをあのこっち側につけることも可能なようですね。上にはイヤホン、マイク、USB2.0 が2つと 3.0 が2つついております。スイッチは天井ですね。天井の上はまあフラットで、まあまあ物を置く派の人もまあまあ置けるかなという感じですね。で、反対側のパネルもネジで簡単に開けることができるようになっております。こっちも取り外しはワンタッチですね。で、もちろん裏面にこちら側を通して配線をすることが可能になっています。そしてこの裏側もですね、たっぷりと吸音材をつけることができます。ここは外すで、ファンをつけることもできるのかもしれないですけれども、まあ、スペースがまあ2センチあるかないかっていうところなんで、まあ、つけるとしてもまあ非常に薄いものをつけるしかないんだろうとは思います。説明書きにはリムーブザフロントパネルとしか書いてなかったんですけれども、フロントパネル外すにはですね、この爪ですね、1箇所、2箇所、3箇所、この爪をですね、押しながらやるといいようですよ。取れた。まあ、こんな感じで反対側もやっていきます。これを押して、奥に押してスライドさせるとですね、取れます。まあ、この爪はそこそこ柔軟性があるんですけど、あんまり思いっきりやるとバキッといっちゃう可能性もありそうですね。あとこのドアのところをですね、磁石でくっつくようになってるんですけれども、
結構簡単な衝撃ですがパカッと開くんで、まあ、ここも少し組み立て時には注意が必要ですかね。この天井ですね、天井も名称を見るとですね、リムーブザアッパーカバーとしか書いてないんですけれども、こういった方にですね、つまみがついていますので、全部で、左右合わせて6箇所つまみがついていますので、それを押しながら下していくということになりますね。こんな感じかな。押して外すと、でこの天井を外すときにですね、ここにですね、こういう爪がついてるんです。これを内側に押し込むことによって取りやすくなります。背中側の爪はですね、ここについてるんですけど、これは結構簡単に、反対側も含めてですね、外すことができます。で、中央の爪に関してはですね、寝かせてやるとですね、外れやすいと思います。寝かせてですね、親指を押しながら、これにやるといいですね。またひっくり返して、この爪をですね、親指を押しながら押してあげると。で、結構大変だったのが、このフロント側はですね、結構指を入れるスペースがあまりなくてですね、なかなか、ここはきついんだよな、取れた。こんな感じでですね、油断していると天板が吹っ飛んでいきますので、皆さん気をつけてください。それで今ついているのがですね、この純正のファンでございます。純正のファンは1個なんですけれども、ここにももう1個追加することができるということで、まあ、本当は同じ商品が良かったんですけれども、まあ、同じものがなかったということで、まあとりあえずオレンジだったらごまかしがつくだろうっていうことで、このサーマルテイクの14センチのファンをここに装着する予定です。まあまあごまかしは効くかな。おそらくはこんな感じで固定される予定です。メーカー違いますけど、まあ、まあまあまあオレンジが一緒だから、まあいいんじゃないですか。少々メーカーが違っても、まあ、せっかく中スケスケのタイプのやつにしましたので、この LED がキラキラ光るタイプのファンにしてみました。色はオレンジに光ります。もう全部オレンジで統一しました。パソコン屋さんのお兄さんに勧められて買った TV サイレンスはおそらくはそこに、この辺に付くのかなと思います。それとこの16色&各種エフェクトと書かれたこの LED イルミネーションですね、これもですね、ヘルトンにしたからにはもう光らせるぞと、そういうつもりです。それでは次回はいよいよ組み立ての方に参ります。